お元気ですか？ボクシミです。今回は新宿中村屋インドカリービーフスパイシーカレーの試食動画です。それでは早速ね、食べていきたいと思います。はい、それでは食べていきたいと思います。これね、麦茶でございますのでね、これ外したいと思います。ではね、食べていきたいと思います。これですね、どっちかというとね、色はだいたい茶色系のあたりかな。あのインド系で、インドカレーだからね、まあ、あの 牛とかね、出ないんですよね、確かね。あのヒンズー教でしたよね、はい。ちょっとね、香りはね、ここだとちょっとあんまり感じないからね、ちょっと食べていくからね、感じたいと思います。で、こんな感じでしょうかね。ではいただきます。うん、やっぱりこれはね、香りがすごい。うん、辛さはね、それほどね感じないんですけどね、まあ私の舌はね、あのあんまり辛いっていう感じはしませんけどね。今度はこのね、この塊のね、肉もね、食べていきたいと思います。これ多分鶏肉じゃないかなと思うんですけどね。うん、あ、やっぱりこれ鶏肉ですね。うん、うん、あ、後でね、じわじわとね、辛みがね、やってきましたね。うん、うん、ちょっと若干ね、私もね、うん、汗かいてきましたね、これね。うん、これね、食欲がちょっと食欲がない方はね、これ食べてみてはね、いかがでしょうかね。うん、うん、あ、これ、あ、これ牛肉なんですね、これね。ごめんなさい、ちょっとパッケージ見たらですね、なんかね、真空調理した牛肉って書いてるんですけどね。うん、ね、あのこれね、ぜひこれね、もしこれね、ちょっとね、よかったら買ってみたらね、わかると思いますけどね、このインドカリーなのにこの牛肉使ってこれ大丈夫なのかなってね、あの思うんですけどね。でも味はね、最高なんですよね。うん、ちょっとね、間違えてね、鶏肉って言ってしまったのでね、本当それ大変ね、失礼立ちました。でも結構ね、うん、味は格別です、ね。もしよかったらね、もう一度言いますけどね、このね、新宿中村屋のインドカリービーフスパイシーをね、購入して食べてみてはいかがでしょうか。またこういったね、お金がありましたら、こういった試食動画、カップラーメン、カップ焼きそば、プロ野球開封動画やっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。